いましたので、よろしくお願いします。ありがとうございます。サマハナもハートもありがとうございます。結構前のよりもドアップになってた。あの、結構ドアップになってましたね、顔が。当たる。あ、待って、横になっちゃった。なんでなんだろう。今日は開始早々すぐ横になるという、あれ、画面がバグってるね。すいませんね、あれ、ごめんなさい、ちょっとバグが。いきなり、そう、いきなりなった、すいません。横になる、ただいま。眠くないですよ、まだ。あ、眠くないです。パチ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 です。ありがとう、ハート。ちょっと昨日のタワーのお礼が全然できてなかったので、ちょっとタワーのお礼をしたいと思うんですけど、いらっしゃるかな。昨日フリーズしてた。あら、見えてますか、見えてる。初見さんもありがとうございます。コメント欄で見つけたら、あの、出します。見てよかった。ありがとうございます。すごい、今日すごいみんながもうめちゃめちゃもうまいちゃん好きを言ってくれる。ありがとう、ありがとうございます。定型文ありがとうございます。今日はですね、今日はあかりんさんとお仕事でした。おお、ありがとうございます。うんうん、俺は大好き、俺も好き、事実です。ありがとうございます。ありがとう、優しい、優しい、優しいぜ。すごい、初めて来てくださった方もありがとうございます。もうなんかちょっと、なんかお風呂上がりだと髪の毛がめちゃくちゃボサボサなんですよ。なんかアイロンとかしてないかったらボサボサ、すいませんね、こんな感じで。お花ありがとうございます。明日も朝からなので、ちゃんとしっかり寝たいと思う。
ありがとうございます。ほんと寝る。何も変わらん一日。そう、寝たら次の日が来る。あー、なんか寝たら次の日が来るって思ったら寝たくなくなったりしませんか？なんか次の日来ないでって思って寝れなかったりする。でもなんかそれをすることによって自分をさらにね追い詰めてるの。次の日がさ、ま、寝るのが遅くなったら次の日しんどいじゃん、起きた時。だから自分で追い詰めてるんだけど、テストの前日とか、ああもうテストの前日は全然寝てた寝てました。それは寝てた。テストの前日の日はなんでか寝てしまうんですよ。なんですけど普段の日はもう寝れない。一夜漬け派じゃないんだ。もう一夜もつけない。もう何もうゼロ日もうつけない。何にもつけない。本当に。なんか一夜漬けのはずが寝てしまって次の日の朝絶望してテストに行ってた。つけないよ。いいよ、ありがとうございます。一夜もつけません。一夜漬けのつもりなんですけどね。なんかさ、期末テストとかって5日間ぐらいこう教科がいっぱい多いからこう2教科ずつテストみたいな感じで5日間ぐらいに分けてあったんですけど、こうテストが、ま、2つぐらいしかないからその日は午前中で終わるんですよね、テストだけで。したら、ま、午後からは、ま、解散だからテスト勉強できるんですけど、なんかテスト勉強のつもりがすごいダラダラしちゃって、で夜になってあっという間にあやばいそろそろやらんとなって思ったら気づいたら寝とって、起きたらあ朝終わった。めっちゃなんかテストの前日ってより眠い。なぜなんだろうね。ありがとうございます。明日もテスト。え、ちょっと待って、今何？中間テストぐらいか。私の配信は息抜きで息抜きで見てください。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。息抜きしてください。
なんか言おうとしとったんじゃけどね、忘れてしまった。何だったっけな。最近こういうの多い。ありがとうございます。今日は姉と言い合いになりました。言い合いっていうほどではないんですけど、なんか姉がなんか私が食べたことないもの結構多くて、まるまる食べたことないみたいなのって言ってたら、そしたらなんか姉がなんか「ねえなんで?」みたいな「なんで?本当にもう人生損してるよ」とか言ってきて。私人生損してるっていうのマジで意味わかんないんですよ。なんかだって人生損してるって何みたいな、我の人生って感じで。その日ね、今日なんだけど、晩ご飯が晩ご飯にね、そのナスとピーマンが入ってたんですよ。で、姉ナスとピーマン食べれないんですよ。だからいや、ナスとピーマン食べれんなんて人生損しとるよって私が言い返したら、なんかめちゃ怒ってておこ、ありがとうございます。それだけ、え、そうだよ、こういうことで言い合いしてるよ。人生そうしてるわ。いや、ありがとう。仲直りした?うん。お互いそれぞれ人生それぞれ人生です。人生損してる。いや、そんなことない。ナスの料理で好きなの?麻婆ナス!マジで美味しい。あ、でもナスの煮浸しも好きかも。ナス美味しいよね。ナスね、美味しいんだけどね、めっちゃ油吸うよね。本当にめっちゃ油吸うよね。めっちゃカロリー跳ねるよね。ナスを炒めたらナスは油を吸う。まあだから美味しい。油は美味しい。胃もたれする。私もなんかね、最近胃もたれするよ。最近めっちゃ胃もたれします。なんか次の日まで引きずる。なんかうう、七輪も使った。使ってない。使いたい。ちょっと落ち着いたら使うね。なんか最近もうずっとなんかすごい、もうこのなんか何ですか、なんだろう、なんとも言えない日々を過ごしてですね、過ごしててですね、
なんかまたちょっと落ち着いたら何か焼きますね。餅とか。焼き餅。室内バーベキュー、多分皆さんが思ってるような七輪じゃないんですよ。もうめちゃくちゃミニ七輪、家の中でも多分キッチンのところへんだったら使えるミニ七輪、換気扇回しとけばいけちゃうやつなので、めちゃめちゃちっちゃいお一人様用みたいなミニ七輪でございます。炭ってどっかに売ってるのかな、ホームセンターとか。炭ってどこにあるんだろう。固形燃料はあるけど、コメリ、コーナン。ホームセンター行きたい。ホームセンターもワクワクする。唾液もね、確かに。唾液って全国ですか？唾液を広島で見ないかもしれない。唾液って広島にあるのかな。唾液って DAIKI 唾液唾液っていうなんかホームセンター、なんか私愛媛の時は唾液によく行ってたんですけど、広島で見たことないかも。あるの？大気。大金？大気。あれ？大気。テーマソング、ホームセンター大気。ありがとうございます。いや、ありますよね、なんか地域であるない問題。知らない。CM ある。 CM？ ってかなんか流れてる、その曲がその店内に。ホームセンターで思い出したんですけど、私三つ葉育ててるんですけど、三つ葉がもう絶対食べ頃で、本当に絶対食べ頃なんですよ。なんならもうちょっと限界を迎えてるくらいの大きさになってて、もう絶対に食べ頃なんですよ。もう絶対食べれる。めっちゃ大きくなってて食べようと思うんですけど食べれなくて、
食べんとね。親子丼作ろうと思う。親子丼。ぜひ配信で、配信で作りたい。めっちゃでも親子丼すぐできるんよ。結構簡単ですよね。親子丼はめちゃめちゃ簡単にすぐできるので、ちょっとみつばちゃん食べようかな。配信で収穫して鶏で、鶏肉。いいね、ありがとう。55、あ、ありがとうございます。あ、タワー、あ、そう、タワーのお礼したい。そう、今していいかな。今しますね。じゃん。こっちがいいな。ちょっとあちらに見えるのはウクレレでございます。じゃん、じゃじゃん、じゃじゃん。こっちの方がいいな。ハリーさん、ありがとうございます。書いたよ、キノコ。キノコとこれ、さつまいも。ありがとうございます。ありがとう、ハリーさん。歌がうまいと聞いてきました。誰ですか、歌がうまいって言ったのは。それ間違ってませんか、誰か。本当に私ですか。私じゃないと思います。綺麗な歌声、ありがとう。おお、正解です。ありがとうございます。うまくなりたいです。歌がうまくなりたい中村で広めてください。じゃあ、あの、歌がうまい中村じゃなくて、歌がうまくなりたい中村らしいって広めてください。あの、うまいって言葉を入れたいんで、うまくなりたいにしよう。そうしたらいいね。誕生予防、刀剣太郎くんさん、ありがとう。トールさん、兄さん、 We love my Q、 We love my Q さん、タロスさん、マヨタミさん、シンジさん、ミッキーさん、アーリーさん、しぐれさん、わかめごはんさん、今日も癒しありがとうさん、りょんきゅうさん、ありがとうございます。わあ、嬉しい。ソロコン、ソロ公演さ、いつか、あの、歌もなんですけど、歌じゃなくてダンス、あの、バレエ、クラシック、ガチのクラシックバレエをどこかの曲に入れたいっていう願いがある。いつかやりたいな。もう本当に踊りで見せるみたいな。
曲入れたいみたいな。それは願望。料理配信、あ、料理配信ぜひぜひ。じゃあ明日は、明日も夜、明日何時に終わるかちょっと分かんないんで、また明日も予約を入れます。ありがとうございました皆さん、一日お疲れ様です。明日何曜日だ、木曜日だ。明日も乗り切っていきましょう。ありがとうございます。いつもたくさん。おやすみなさい。